説明していきたいと思います。よろしくお願いします。ではまず最初にですね、文章を作成しているときにもっとテキストが多く打ち込めないかな、もっと文字が多く打てないかなとか、実際に印刷の向きを変えたい、そう思ったことが、あると思います。そういう場面が出てくると思います。はい、そういったときにですね、実際にワードのコマンドで、それを可能にできます。それを今から説明していきます。ではですね、実際にワードのどのコマンドを使うのかといいますと、ワードのこちらのレイアウトのタブをクリックしまして、こちらのページ設定ですね、こちらの欄にそれぞれ配置されておりますコマンドを使っていきます。では先ほど言いました余白を早速変えていきたいと思います。現在設定されている余白がこちらの部分ですね、こちらの部分に余白が設定されていて、こちらの内側で文章が作成できるような設定にされています。ではこの余白の部分を削って、実際にこの作成できる文章の部分を多くしたいという場合ですけれども、実際にこのコマンドをクリックしますと、現在設定されているこちらの標準の余白の寸法が書かれておりまして、狭い、やや狭い、広い、見開きページ用の余白ですね、こちらのそれぞれの設定が書かれています。実際に寸法も書かれていますね。実際に狭い余白をクリックすると、こういった形で余白の部分が狭くなりました。で、それに伴って内側で文章が作成できる範囲が広がりました。こういった形でテキストのレイアウトを変えることもできます。で、これで満足しなかったらといったらちょっとおかしな話ですけれども、実際に好みの余白の寸法にしたいという場合にはですね、こちらの下の方にありますユーザー設定の余白という部分をクリックすると、こういった形でページ設定を自分で設定することができます。余白の上の部分が何ミリ、左の部分が何ミリなどそれぞれ入力して、最後に規定に設定というボタンを押してクリック OK ですねをクリックすると、実際に自らで編集した寸法の余白でレイアウトを変更することができます。はい、という部分の余白のコマンドが一つです。はい、では実際に文章を作成しているこちらのテキストの大きさですね、ワードはデフォルトで A4 サイズの用紙が選択されていますけれども、実際にこれを A3 にしたいですとか B5 サイズにしたいといった場合にすることができます。それがこちらのコマンドになりますね。サイズ、ページサイズの選択、ドキュメントの用紙サイズを選びますと書いてありますけれども、こちらをクリックするとこういった形で、はがきサイズですとかあると思うんですけれども、基本的に使うのは A3 ですとか B5 サイズだと思います。そちらをクリックしますと、こういった形で文書自体の大きさを変更することができますので、こういった形でサイズを変更することも可能です。はい、ではですね、先ほど、言いましたもう一つ、印刷の向きを変えられないかというところなんですけれども、もうそのままですね、こちらの隣の、コマンド、印刷の向きというコマンドをクリックしますと、縦と横とあります。横をクリックしますと、こういった形で、実際に印刷の向きが変わります。ですけれども、文章を作成する文字はですね、上から、左上から横も書きで、ということは変わりません。で、実際にこの文章の作成する向きも変えたいという場合ですけれども、その設定がこちらになります。文字列の方向、こちらをクリックすると、今横書きに設定されておりますけれども、それを縦書きですとかに変えることもできます。実際に縦書きをクリックすると、こういった形で先ほど横書きではありましたけれど、実際に縦書きに文字列の方向を設定することができます。
使いこなしてみれば、意外に、まあ、シンプルと言いますか、に使いこなせると思います。で、かつ、お客様、まあ、そのお客様ですとか、見せられる側としては、少し、いつものものとは変わった印象で、受けますので、ぜひ覚えておいてください。どうもありがとうございました。